はい、佐藤あやみです。今回はですね、ちょっと開けてしまったっちゃけど、じゃんじゃん、あとじゃん、韓国の超激辛ラーメンで有名なプルダックポックンミョンを3つ買ってきました。イエーイ。こちら2つは韓国で購入しました。で、このチーズ味だけ日本のドン・キホーテで購入しました。私実は食べたことあるんですよ。こちら韓国のインスタントラーメン、結構いろんな種類食べたことあるんですけど、その中でも一番辛いかなっていうぐらい辛いかな。こちらカルボナーラ味らしいです。多分辛いのにカルボナーラのやつをミックスするのかな。チーズとかニンニクのマークがあるんで、そういう感じで。で、このね、あのカカオトークのこの可愛いももちゃんのやつね、かまぼこかなみたいなのが入ってるみたいです。これ辛くなさそうだよね、見た目的に。なんか子供でもいけるよっていう感じじゃない？可愛らしいし、どうなんだろう。で、こっちのチーズはなんかもう普通にシンプルにチーズって感じなんですけども、どうなんだろう。これも全然辛くなさそうな雰囲気はあるんですけど、やっぱりね、でもそれでも韓国の中でも結構辛いと言われてるラーメンなので、まあ、どんな感じか実際に食べてね、あの味の違いとか、まあ、辛さとかを皆さんにレビューしようかなと思います。ちょっと今回はあのド M になってこの3つ食べようかなと思います。まず3つ食べきれるかって感じなんやけど、いや、ちょっと頑張ってみたいと思います。作ってきまーす。はい、まずスタンダードな普通のやつ。はい、こんな感じ見えますか。はい、こんな風に麺があって、その上に赤のなんかソースをかけて、で、ごまと海苔のトッピングみたいなのをかけます。それがスタンダード。それとこんな感じでももちゃんが、はい、入っていますね。かまぼこみたいな。それにこのカルボナーラっぽい感じのなんか香りのする粉をかけます。で、赤のソースはもう全部一緒。こっちのチーズがこんな感じ、中に麺が入ってて、で、赤のソースの上にチーズのね、粉末みたいなのと海苔とごまですね。はい、基本あの赤い液体みたいなのを入れて、その上に、まあ、プラスするかトッピングかけるかみたいな感じで、まあベースは一緒でした。なんで多分辛さは一緒なのかなと思う。でもマイルドになるのかな、チーズとかのやつは。とりあえず混ぜますね。固まっちゃってる、ちょっとだけ。あ、でも湯気が出てる、ほら、まだ熱々ですよ。麺の色が違いました。このスタンダードなのは結構白っぽい色だったんだけど、このカルボナーラの方は卵麺みたいな黄色っぽい色でした。で、もう一つのチーズの方はスタンダードと同じ色で細かったです。多分カップ麺だからかな。はい、いや、真っ赤、見て、これやばいよね。ほら、やっぱビビるわ普通に。久しぶりにこんなさ辛い麺食べるけん、韓国でさ、そんなめっちゃ激辛なもの食べてないけんさ、ね、うわー、すごいよこれ。はい、こんな感じで混ざりました。もう真っ赤っかですね。あー、怖い怖い。この可愛い子を混ぜますね。はい、なんかちょっとカルボナーラっぽい感じのパセリっぽいのが乗ってますね。あ、でもすごいチーズのいい香りがします。で、はい、こっちのチーズの方混ぜていきます。とりあえず混ざりました、こんな感じで。はい、なんかよくわからん、もう全部見た目は変わんない。カルボナーラがちょっと違うぐらいかな。あとスタンダードはちょっと赤みがひどいですね。怖い怖い怖い。はい、豆乳持ってきました。これでとりあえず辛かったらバッて飲んでね、いけるかな。はい、じゃあまず普通のスタンダードから食べてみたいと思います。赤い赤い。めっちゃ美味しいけどめっちゃ辛い。やばい、唇がリータイ。なんか一口食べただけで頭頭皮が熱くなった。私この動画終わっとる頃髪びっちょびちょ、汗だくやないと。いや、もう早速ね、豆乳入れますね。まだ豆乳でマイルドになりましたね。はい、いや、でも辛いわ普通に。これほんと辛いの苦手な人絶対無理だと思う。次、こちらのカルボナーラをいただいてみたいと思います。いただきます。美味しい、めっちゃ美味しい。なんかね、さっきのはすごい辛さとこってりした美味しさというか、そういうのがあったんですけど、こっちは甘みがあるっていうか、すごいマイルドなカルボナーラっぽい感じの味です。チーズが強めの、うん、ちょっとニンニク効いてて美味しい、めっちゃ美味しいこれ。でもね、やっぱ口の中痛いわ。
あとね、ちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、鼻水が止まらん。いただきます。対してめちゃくちゃ違いがあるかって言ったら、スタンダードのとほぼ変わらないですね。うん、なんか和風な感じは一緒だから、あのトッピングの海苔とごまがスタンダードかかってて、でこっちのチーズの方にも海苔とごまがかかってるんですよ。だからその和風な感じで変わんないです、あんまり。なんかチーズの味は多分カルボナーラが強すぎてわからんかったとかやな。でもちょっと若干チーズな感じはするけど、でもそんなにスタンダードと変わんないです。あの一番マイルドで食べやすいのはこのカルボナーラ。わかるかいな、ここら辺めっちゃ汗かいてきたよ。ここら辺もうなんか汗かいと思う3口しかまだ食べてないのにやばいよ。じゃあちょっともうあの黙々と食べていきますね。はあ、豆乳が止まらない。豆乳全部なくなるかもしれん。とりあえずどれか一つはちゃんと完食したいから、これカルボナーラいきますね。汗がすごいし、なんか口が痛い。これね、多分ね、止めたらいかん。止めたら終わり。あと息したら終わり。息したら終わりやな。生きていけん、そしたら。ちょっとお皿が汚いからあんまりお見せしたくないんですけど、完食しました。いけた。スタンダードの一番辛いやつをちょっともう先に退治しちゃおうと思います。カルボナーラ最後に残しとけばよかったんかな、まさか。これ食べきったら結構強くない？私美味しさを感じる余裕がないぐらい口が痛い。美味しさ感じれんわ多分これ。皆さんごめんなさい、もう無理、限界やん。喋る息もでさえあったかいのが痛いと。はい、というわけで今回はプルダックポックンミョンを3種類で喋るの、やっぱ喋るのがもうたまらん。豆乳で口の中を冷やしてこう痛みを和らげるとこう喋られるんですけど、もうね今もう時間経ってきたらもう痛くなるからまた含んで、で今のうち冷めてるうちに喋る。はい、というわけでですね、今回はプルダックポックンミョンをあの食べてみたんですが、あの3種類ともすごく味は美味しいのですが、すごくものすごく辛いです。あの口の中がすごく痛くて、はいはい、たまらないので本当に皆様あの食べる際はそれなりの覚悟を持って食べてください。で私一袋は完食できたので、あと2袋ね、あの皆さん1人1袋ぐらいまでの方が多分いいと思います。あの多分明日がねちょっと大変なことになっちゃう気がしますね。はい、私でも頑張ります。あと2つはねちゃんとラップをかけてチンしてまた明日食べようかなと思います。明日というか今日ね、あのまた小腹が空いたら食べようかなと思います。残したらいかんけんね、やっぱり食べ物は大切にしたいと思います。ふぅ、すごい痛いよ口が、まだずっと痛い。というわけで皆さん今回も最後まで見てくださってありがとうございます。あのちょっとただお見苦しいところをお見せしてしまったのですが、お許しください。すごく痛くて辛いので、はい、でも味は美味しいよ、ほんと何回も言うけど。はい、なので気になった方はぜひ食べてみてください。ネットでも買えるし、最近ねドン・キホーテとかね、あと新大久保とかにも売ってると思うので、気軽に手に入れられると思うので、皆さんぜひ食べてみてください。この動画が良かったよとか食べてみたいなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。